フィリップ・ライ・ナグルはイギリスの画家である。動物画や狩りの情景、風景画や植物画を描いた。エディンバラで生まれた。父親はハンガリー出身の音楽家であった。1769年にロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの美術学校に入学し、後に肖像画家アラン・ラムゼーの弟子になり、ラムゼーが王室のメンバーの肖像画を描くのを助手として助けた。 1773年にロイヤルアカデミーの展覧会に出展し、1785年まではほとんど肖像画だけを描いていたが、肖像画に飽きて動物画を描くようになった。猟犬や鳥、猟の獲物を描くことによって人気を得たが、展覧会にはその頃は風景画を出展していた。1787年にアカデミーの巡回員に選ばれたが、 正会員になれたのは25年も経った1812年で、ある、ロンドンの民間展覧会、ブリティッシュインスティチューションにもしばしば出展した。オランダの巨匠の作品の模写にも優れ、家畜の絵を描いたパウル・スポッテルや、風景画家のヤーコプ・ハンド・イスダール、メインデルト・ホッペマなどの作品の模写を残した。ロバート・ジョン・ソントンが編集した、植物学の五花本、 カルラス・フォン・リンデウスのセクシャル・システム・シ図解や植物学のフィロソフィーの図版を描いた画家の一人である。書籍のイラストレーションの分野では、ウィリアム・タプリンの良犬に関する著書、スポーツマンズ・キャビネットでライ・ナグルが図版を描き、ジョン・スコットが版画にした作品が最も評価が高い。ロンドンで没した。1771年に結婚し、9人の娘と2人の 息子が生まれた。息子の一人、ラムゼイ・リチャード・ライナグルも画家になり、肖像画や動物画を描いた。ありがとうございます。